にちは、よさこい日本、藤井です。どうぞよろしくお願いいたします。私たちは京都の港町舞鶴から参りました。この時期いつも雪を心配してくるんですが、今日はとても暖かくてですね、その心配もなく大阪まで来ることができました。今から踊ります曲は聖火5年ぶりの新曲でございます。先週お披露目をしたばかりの曲でして、多少踊り子が不安ではあるんですが、皆様見ていただいているお客様の笑顔を力にして最後まで踊りに行きたいと思います。火香る縁というタイトルなんですが、私たちはご縁がつながってこの場所に立たせていただいております。今日皆様と出会えたご縁を大切にこれからも踊っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。火香る
ました。